イーロン・マスクは宇宙の業界ではスペース X という会社を2002年に作って、それで一人のイーロン・マスクという人物が、あるいはスペース X という一社が宇宙業界全体をもう変えたっていうぐらい大きな功績を作りつつあり、今も現在進行形です。車の世界もテスラモーターっていう自動車会社も作って、車の世界でも電気自動車っていうことで産業を塗り替えている人物でもあるんですけども、よく使われる言葉でディスラプティブっていう、破壊する既存の規制を壊しながら、あるいは制度を壊しながらイノベーションを起こす、ディスラプティブイノベーションという言葉もあると思うんですけども、そういったものを一人で体現している人っていうふうに見ることもできるのかなっていうのを感じてます。偶然なんですけども、一番最初の職場を辞めて、で次宇宙で何ができるかなって言っていた時期に、アメリカのロサンゼルスで行われていたカンファレンスで2002年に会ったのが最初なんですけども、それ以降もスペース X 社に行った時に見かけたことはあります。実際に見ると、この人が一人で産業界を塗り替えたっていうような、そういうこう威圧感みたいなものは全然なくて、割とこうひょうひょうとした姿っていうんですか、っていう姿を見かけすることは何回もあります。